静岡県第2区はかつての中選挙区制のもと存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から1993年の第40回衆議院議員総選挙までこの選挙区でもって選挙が行われた。区域は静岡県の伊豆半島を含めた東部。定数は5。元内閣総理大臣。 石橋丹山の選出区だった。第40回総選挙時点の区域1950年、公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。表における年齢は、選挙執行日の万年齢を示す。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、93万2978人、投票率、 66.98%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数88万7398人投票率74.94%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数84万3798人投票率 73.36%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、82万1516人。投票率 72.、72.95%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数、79万3158人。投票率 81.、81.22%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数78万6222人、投票率79.15%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数76万8233人、投票率83.19%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数72万738人投票率80.19%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数66万9243人投票率78.37%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数、599。206人投票率 81.、81.32%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、56万896人、投票率 76.、76.91%第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数50万4733人投票率76.75%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数47万7484人投票率82.35%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数、44万5959人、投票率 79.、79.80%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、42万8721人、投票率 75.、75.60%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 426,249人。投票率 78.、78.62%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数、394,556人。投票率 82.、82.42%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。当日有権者数39、393,41人。 最終投票率70.91%ありがとうございます。